高知市の高知城歴史博物館で開催されている大ヤマピョン祭り。博物館のマスコットキャラクターヤマピョンと4代目土佐藩主の山内豊政が案内役となり、江戸時代の殿様が愛した品などおよそ60点を紹介しています。こちらにあるのがお殿様が実際に使っていた枕です。こちらのコーナーは朝、そして私の後ろが日中、あちらが夕方から夜と、この展示ではお殿様の一日を体験できます。ここからはわしが紹介するぞ。ふさふさしたこの道具は歯ブラシなんじゃ。お殿様の歯磨きは朝食前の一日一回だけで、木の繊維を裂いたふさようじを使っていました。当時は虫歯になると歯を抜くしかなかったため、医者に仕上げ磨きをさせていたんだとか。昼は仕事じゃ仕事、書類に目を通すぞ。江戸に派遣した家来から土佐藩主のもとに送られてきたのは、あの有名な法令に関する報告書です。江戸城に向かう侍が乗っていた馬の足元に鳩が飛び込み、踏まれて死んでしまった。侍は役人に捕まった。この事件が起きたのは、五代将軍徳川綱吉が生類憐れみの令を発令したすぐ後。動物を傷つけてしまった際の重要な判例になりました。特にこういう将軍の出したお触れですとか政策は、後々こう土佐藩の方も同じような対応をしろって言われることがありますので、高知にいながら全国に手紙を書いたりして、いろんなこう情報収集をしていたようですね。会場でひときわ目を引くのが、ヤマピョンもかぶっている山内豊政のうさぎ耳鳴りの兜です。戦にかぶるにしては可愛いですが、戦国時代ぐらいから戦いの場所でいかに目立つかっていうので、奇抜な兜が作られるようになりまして、このうさぎの耳の形をした兜もそういったジャンルの一つになってます。戦国武将真田幸村の鹿の角や直江兼続の愛の文字をあしらったものなど、さまざまな兜がありますが、豊政がなぜうさぎを選んだかは不明。ただ武将たちには大きな耳で情報収集し、ぴょんぴょんと素早く動くうさぎにあやかりたいと評判だったそうです。会場にはクイズコーナーもあります。殿様といえばこの髷のイメージですよね。では問題です。昔の人はどうしてこのような髪型にしていたんでしょうか。身分を明確にする、あとは高貴な印象を与える。正解は頭が汗で蒸れるのを防ぐため。へー、冠や兜を長時間かぶりますもんね。これ意外ですね。私も帽子を長時間かぶると蒸れるんで、まあ、ちょんまげにしようとは思いませんね。はい、このほか会場ではお殿様が描いた絵やお気に入りの置物などが展示され、当時の生活を垣間見ることができます。殿様のリアルな日常が分かってとても興味深かったです。殿様ってどうしてもこう偉くて遠くにいる難しい人っていうイメージがあると思いますけれども、こちらの展示をきっかけにちょっと身近な人として感じてもらえたら嬉しいです。この企画展は高知城歴史博物館で9月4日まで開かれています。